私、北陸のチャリマニことしにっちゃんと申します。よろしくお願いいたします。おっと皆さん、ここでなんと福井県福井市を抜け、何市に入ると思いますか？皆さん一体点でこれはね、何市に入るのかお答えください。クイズですよ、これクイズ。早押し、どうぞ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 。何市に入る、これエロ本じゃないよ。人殺しっていう市はなりません。山形は市じゃなりますね。何回も言ったでしょ、私これこの次何市に入るって延々とですね申し上げたつもりだったんですけれども、伝わってなかったということでしょうか。これは沖縄市ってあるのか、あるのか。沖縄市は一応、沖縄市はありそう。はい、カントリーサイン撮りました。沼津市じゃないですね。人出なし。もうこれ入ったから現在地はって言ったら出ますよ。もう現在地はって言ったら出ますんで、それが答えなんですけれども。さあ、もう東尋坊県内ですよ。東尋坊がね、位置する市町村の中に入りましたんでね、もうこれは目と鼻の先でしょう。この30分以内に着くものだと思われます。10時までにはぜひともね、東尋坊を一目見てですね、次はですね、東尋坊からまあどこまでにしようかな、県境までとかにしようかな、北方湖ぐらいにしとこう。北方湖、それがいいね。ソウル市じゃないですよ、これ。もう答え出てるでしょ、答え。飛び降りしないですよ、私。あ、こう、あ、クルーズ来てるのよ、クルーズ。クルーズの皆さん。何も言うことないわ、これ。何もないし、ここ。福井県のこれ、もう、ど田舎。福井県坂井市ね。福井県坂井市のど田舎に今、走ってます。この後、東尋坊ね、もうすぐそこでございます。あと、30分以内で着きます。どんぐりたくさん落ちまして、どんぐりがあなた。どんぐりコロコロね。赤嶺さん登場してくださいね、ぜひともね。赤嶺さん、赤嶺さんおる、放送におる、頼みますよ、本当に期待してますから。なんもないですよ、ここだって。本当になんもないですよ。なんでこれ国道なんでしょうかね。な誰も何も建てなかったの、ここに。セイタカ泡立ちそうしか立ってない。誰でもだ、なんでこれ1位でしょ、ここ。東尋坊からさ、アクセスいいよ、これ。東尋坊から多分車で5分ぐらいですよ。毎日毎日東尋坊で配信できるんですよ、ここに住んだら。だのにこれ、誰も家建てないっていう、おかしいですね。東尋坊配信結構需要あると思うんだけどな、マロニー効果でさ。コメント見てますよ、もちろんね。ママチャリ、ママチャリ、もちろんママチャリです。これガタガタなんだ、これ。いちいちこれ、どんぐり踏んでるからだな。どんぐり踏みまくってるから。公園がある。これ公園じゃないでしょ。セイタカ泡立ちそうの森だよ、これは。うん、もう、まさしく、荒れ地のお手本のような地ですよ、ここは。ここをまっすぐ行きたいと思います。ここをまっすぐね。なんだこの、何の面白みもない、何の面白みもないし、ガタガタだし、あなた、ガタガタやめてくれよ、ガタガタは。三重浜緑地、いや三重浜緑地ってところはこの右が左側だわ。左側がその三重なんとか干渉緑地って書いてあった。さっきもう右側は何でもない。もう右側は単なる荒れ地だから。もう荒れ地のマークついてるから、地図記号の荒れ地マークが。お前の方が面白みない。それは私わざとなんですね。わざと、もう面白くないようにですね、
言ってるだけであって、実際面白くしようとしたところですね、全く面白くないんですよ。それが逆にね、あの面白みがないということでですね、私が自分で特色をつけたということでございます。福井県舐めてました、失礼しました。福井県は本当にね、福井市が素晴らしい。もう九頭竜川を渡った瞬間のあの福井市のですね、もう商業施設の多いこと、しかも一個一個がでかい、たまりませんよあれは。私のね、あの都会マニアの私にとってはですね、あれはね、金沢と富山を超えてます。うん、ね、石川県、富山県100万人います。ね、福井県は80万だけども、都市では、ね、都市レベルでは福井が勝ち。さあ東尋坊あと9キロね、東尋坊あと9キロですね。皆さん結構ありますね。あわら温泉まで11キロって書いてあったけど、三重浜鑑賞緑地からね、ここにね、ガタガタ、このガタガタ、今日中に魚津まで行かないですね。魚津は行かない、ちょっともともとこれゴールも魚津じゃないし、もともとゴールはあの免許センターだから。福井市以外は確かにちょっと、うん、あれだけど、でもあの竹譜は結構栄えてる。話によると実は竹譜が第二の都市なんじゃないかという。福井第二の都市といえばどこなんですかね、皆さん、皆さんの感覚で言えば。やっぱ敦賀になるのかな、有名だ、有名で、これで言えば。でもね、敦賀も思ったより栄えてないという、駅前を見てる限りは。え、グリンプス切れた？なんで？え、グリンプス切れてなくないですか？あ、グリンプス12時間設定したはずなんだけど、12時間有効にしたはずなんだけど、12時間経ってないでしょ、まだ。福井に興味ありますよ。特にやはり若狭に行ってみたいですね。若狭湾をね、探索したいわ。若狭湾行きたいわ。ガタガタやな、これ。ガタガタすぎるだろ、これ。なんだこれ、ケツに響く、ケツに。あと、水晶浜行きたいわ。水晶浜行きたい。本当に行くチャンスがなかなかないんだけどさ、いつももうね、敦賀でストップなんだけど、それより先オバマ線乗らない、オバマには行かないっていう、そんな感じ。ガタガタ、本当にこれなんだこれ。サバエもね、なかなかサバエって感じ。うん、そう、サバエね、サバエやるか、いいんじゃないですか、サバエもね。ガタガタがマジでこれなんとかならんか、なんともならんな、このガタガタ、なんともならないですね、これね。おいおいおい、平坦に見えるのに、平坦に見えるのに、なんでガタガタ言うの。こんなに平坦に見える道なのに損してるよ、これ。見た目で、見た目じゃなくて中身か、パンクするかもしれないね。今で、敦賀方面に向かってません。完全におー、何、あわら方面向かってる。あ、これ片側2車線なんだ、よく見たら。あ、なんだ、片側2車線じゃん、これ1車線かと思ってた。すんぐれいたしました。これは福井は全国的にトップクラスなんですね。頭脳がね、頭脳、スポーツともにトップ。うん、大抵の小中学生の学力テストでトップですよ。幸福度ランキングのトップ取るしね。うん、あとはその何、福井といえば何ですかね、羽二重餅生産量とかトップなんじゃないの。メガネのフレームとソースカツ丼生産量とか、あと分かんないですけど、サバ寿司もあれ福井なんですか。またピントがカゴにあってんの、どうして、これどうしたらいいの、これ最後それでもいいよ、もうそれでいいよ、もうカゴにあってていいよ、もう。力あり率トップですよ、そうですよ、力あり率トップ。
意味わかんない、ちょっと。はい、右やりです。お前より、お前より賢い、その通りですよ。当たり前ですよ、そんな。富山県も、まあ、大体3位か4位くらいよね。いるけど、3位か4位くらいにいる。ね、大体北陸3県と秋田県がね、しのぎを削ってんだよ。上のレベルの方で。お、あそこからようやく道が広がる。なん、最初から道広げてくればいいのにこれ。何がしたかった。これまでの何だった。よし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 。金沢は別格。金沢はね、平均の都市レベルが高いんだよ。平均の都市レベルが。隅々まで都市になってる。郊外でもなんとなくね、都市感があるから。それを考えたら富山なんてひどいもんですよ。もう富山市合併しまくったおかげでさ、合併しまくったおかげでなんか水晶岳まで富山市になっちゃったからさ、黒部源流のとこまで富山市ですよ、あなた。都会なんてレベルじゃない、あんなの。年収は内緒です。お前がいなかった富山ぶっちぎり1位だったんですか。ああ、それは申し訳ない。福井、何がすごいのか。福井はやはりその生主排出する生主がすごいね。力也さんを筆頭にですね、あと今晩まんじゅうでしょ、ほらすごいねえ、素晴らしいと思います。そう思いませんか皆さん。福井ディステクトよく見る、東海セビで。なんでかね、福井がなかったら皆さんメガネないから、福井がなかったらメガネないですよ。みんなコンタクトだから。だからね、メガネかけてる人はもう福井に足向けて狙えないというね、両方しかない。だってさ、例えばさ、ニコ生知ってる人にさ、ね、福井県の生主はって聞いたら絶対力也って答えるでしょ。富山県の生主はって言ったら、えって富山えってなる。その時点で負けてんだよ、富山負けてんの。福井がなかったら横浜黄昏もないんだよ。五木ひろしが生まれてないから。横浜黄昏もね、何ないし、長良川演歌もないんだよ。幸せ探してもないんだよ。ちぎりもないしさ。え？夜明けのブルースもなかったんだよ。福井の有名企業、有名企業は元気だね。元気が有名。とにかく有名。あとプラントもあれだね、福井だね。その2つがあるだけでもう食っていける。元気とプラントですよ、皆さん。みんな知ってる大企業。富山の犯罪者って何？富山は北方領土。いいとこつきますね。そうなんですね。富山県はね、なんとですね、北方領土出身のね、人が北海道に次いで多いんですよ。なんでか知らんけど。北海道についてね、次いで多いというね。なんでかね、不思議ですね。え、元気知らないの？元気ってなんかドラッグストアみたいなやつあるじゃん。じゃああれは福井銀行も福井でしょ。福井銀行絶対福井でしょ。ピョンヤンじゃないですよ、ここはね。ピョンヤンじゃありませんけども、どっからピョンヤンって出たのか分かりませんけれども、ベンリーはどこか知らん。
便利はどこの会社か知らんわ、申し訳ないけど、うん、福井って人が作った、あ、そういうこと、福井って名前の人が作ったわけ、あ、なるほどね、それ知らんだけど、それはちょっと知りませんでしたけど、三重浜じゃなくてさ、これ三里浜って読むんじゃないの、実は三重浜じゃないよね、これね、これ道の駅三国ってのがあるわ、道の駅あるわ、ここに、昆布で北海道とね仲いいんですよ、富山県、それだからだからですかね、だから北方領土出身者が多いのかな、まっすぐでいいんだよね、これね、でっかでかとなんか焼きサバ寿司って書いてある、サバ寿司が有名なんだ、本当に本当にサバ寿司有名なんだ、ここ、もうすぐ九頭竜川ですか、ありがとうございます、九頭竜川越えたらもうすぐそこですよ、またこっから道なくなるぞ、なんだこれ、なんで道なくすの、ちょっと国交省何やってんの、国交省何やってんすかこれ、国道だぜ、国道、若狭湾はサバ寿司が有名なんだ、あ、若狭湾で有名なんだね、じゃあわしがわからんわけだわな、若狭全然行かないからな、希望の塔にいた、あ、若狭、その若狭じゃなくて若狭湾で、若狭湾、福井も信号縦なんだよね、なんでかね、石川だけ横っていう、ね、基準がわからない、いや福井はでも半々ぐらいかな、縦も横もある印象だけどな、富山県は完全縦だし石川県は完全に横なんだけど、意味がわからないですね、ちょっとね、どういう基準なんですかね、これね、3桁国道は何、3桁国道だと県の仕事になるの、国道305号線だけど、ここ国道の意味ないじゃん、それじゃどういうこっちゃ、福井県に言えばいいね、これここにあのもっとスペースをくれ、今更だけどさ、わしは今後ここを通ることは多分ないだろうけども、人生で2回目だけどさ、ここ通るのは、石川には縦にする知恵がなかったってことなんですよ、本当に縦の方が分かりやすくないですか、横だったらさ本当にあの覚えられないもんね、どっち側、左が、ね、赤なのか右が赤なのか覚えられないよね、未だにわし分からないもん、どっちか恐れます、恐れます、自転車の、はい、自転車の方、はい、ちょっと止まっていただけますか、はい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 、何でしょうか、はい、旅行です、あの、まあ、サイクリング中、そうです、あ、駅、あ、来て、あ、そうですか、ちょっと来ません、